せーの、自粛期間中の皆様こんにちはこんばんは。5人組メンズユニット君のウイルスによる君のラジオ、緑の菊山シュフォールドです。赤のケイジャです。好きな食べ物はスペアリーブ、白おじるいです。紫はヤトです。水色チカです。くどめまして。記念すべき第9回目始まりました。はい、早いものでね、もう10が見えてきました、うん、すごい。どうですか、その9回を終えて、9回終えてねえわ、9回始まって10回目までの間で、うん、今ここまで 1,2,3,4,5,6,7,8 これ8本撮り終わりました、うん、この9本目にはこの8本分の実力が収録されるわけ、うん、あ、そうだね。聞いてる、ね、撮ったやつ聞いてますよ。どうですか、ルイ好きな食べ物多いな。好きな食べ物毎回言ってますからね、うん、好きな食べ物多いです。思い出せる、もう思い出せないです。バーニャカウダ、バーニャカウダ言った、ラビオリ、ラビオリ言った、うん、若者とかね、うん、ニョッキ、ニョッキ、ニョッキあったな、オニオングラタンスープ、うん、言いましたね。ルイボスティー、ルイボスティーね、それは違います、違う、ラジオだから、飲み物、そうっすね。早いっすよね、8回9回目ですか、うん、日にち的には、うん、これはね1ヶ月ぐらい、1ヶ月でこんぐらい、あ、まあそうですね、1ヶ月ぐらいで、こいつ自体は第9回目は、うん、いつだこれ、5日金曜日、6月5日金曜日、めちゃめちゃ喋ってますよね。6月入っちゃった。でもでもさ、うん、やってきたプロセスがプラスになって今ここに現れてるっていうけどさ、うん、別になんか意識していってないからさ、うん、意識して、うん、ただいやなんかさ、例えばさ、この話をめちゃくちゃうまくしようとか、なんかうまく何、おしゃべりがすごい上手い人みたいになろうって思ってやってないじゃん絶対、うん、そりゃそう、うん、何も成長しねえよな。でも逆にね、難しさが見えてきたのはあるっす、うん、最初はあ話してるの楽しいなぐらいだったけど、うん、このね、やっぱね、無意識の人狼始まってんすよね。わかるよ、怖いマジで。ごめんなさい、それは分かんなかったっすね。あ、本当に、うんうん、いや怖いわと思って。人狼になっちゃってるかもしれない、なっちゃってるかもしれない。本当に占い師、占い師なんですけど、あなた占い師ですよね。僕ずっと村人だわ。村人だ、村人です、村人です、村人です。あ、人狼です。自白じゃん、自首してる。そんなわけで9回目も始まっていきました、はい、次のコーナー行きたいと思います、はい、本日の、メンバーのコーナーは KJ さんです。君は生きてるだけで超偉い。何がいい、君の褒めちぎり大会、よっクリア、よよ肩にメロン。もうちょっと待ってな、もうちょっと待ってな。はい、この大会はメンバーまたある対象のいいところをひたすら褒めちぎっていただき、まだあまり知られていない君のウイルスのことだったり、気づかなかったいいところをですね、知ってもらおうという大会でございます。一人のゲストを対象に、褒める側、褒めらーですね、褒めらー4人で一斉に褒めちぎっていただきます。その中で一番自分が嬉しかった褒めらーを決定していただきます。見事ね、優勝した方には豪華プレゼント今回はありますんで。おお、はい、すごいんだ。いや、今回はね、本当にゲットしてほしい。つろちゃんね。ちなみにディズニーランド好きな人います？めっちゃ好きですね。ディズニープロテインってこと？ディズニープロテイン、すごい、好きにしよう。好き、はい、じゃあ頑張っていただいて、はい、よっしゃ、ゲットしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速ウォーミングアップ程度にね。甘髪かわいいよ。じゃあどうするかってことで、はい、ウォーミングアップですよ、はい、まあ、これはまだってことで、はい、はい、褒めていただくのはこちら、はい、KJ でございます。出た出た出た、 KJ でございます。褒めたい褒めたい。前回やったしね、いきなり、うん、前回で本題のあるやつを褒めていただくので、はいはいはい、まずはね、これでウォーミングアップ、それで褒めたい、はい、褒めたくてしょうがないですけど、まあ3分とか決めてたんですけど、まあ俺が満足するまで、はい、終わんないこともあるぞ、これは。普段からね、もう普段から褒めてますからね。確かに終わんないの出てきた、はい、これはね。ということで、褒めちぎっていただきましょう。
用意佐渡よメロンおすごいぞ4番かっこいいぞ4番いいっすよ4番頑張れ4番背中に羽が生えてる肩メロン肩メロン空も飛べるはずわー翼生えてる空も飛べるはず4番4番台風止めてっから2番もいいぞ2番台風止めてっからこの2番誰だその腹筋で大根すりおろしたい2番いいぞ2番2番いいねいいねいやすりたいすりたい頑張れ2番ちょっと待って別に掛け声じゃなくてもいいんだぞ2番2番頑張れはいガヤがやっぱガヤもっと増やそうなるほどね空も止めるはず頑張れ2番大根すりすり空飛べた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 大根終了アイコン飛んでる飛べてるアイコン飛んでるもうやめて飛んでる玉ねぎも飛んでるこれが褒めるこれが褒めるこれが褒める KJB のね別に掛け声じゃなくていいんですよでもなんかテンション上がりましたね上がるよねはいそんな感じのなるほどねいいウォーミングアップですねこれは声だったね温まるなるほど温まるね盛り上がったんじゃないでしょうかいや今のはね一番嬉しいの2番と4番いたからな4番かと思ったら2番応援したからなどっちも KJ でしょ確かに空飛べるはずってすげえな普通分からんそれはね飛べるかなと思ってやっぱ台風止めようと思うと飛べないと確かに飛ばないとね話になんないかなっていうやっぱ地上から戦ってるぐらいだな KJ さんぐらいになると空も飛んじゃうんじゃないかなみたいなはいもう相当な印象がはいキミラーの方についたところでじゃあ次本題ねはい次のここから始まります次の題こちらはいハサミでございますよっクリア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 よっクリアよっクリアクリア透明で全く見えないよと言われると思って持ってきましたはいクリアじゃないちょっとクリアクリアじゃないちょっとクリアなハサミちょっとクリア汚いちょっとクリアよっちょいクリちょいクリちょいクリはあかんわバンされるわじゃあハサミねこのハサミは汚くないでしょ別にクリアということで、はい、ハサミをね褒めちぎっていただきたいと思いますもうねこれ一発勝負ではいもう景品ディズニーランドおおプロテインはいディズニーランドプロテイン欲しい欲しいねなので頑張って褒めていただきたいと思いますはいそれではよーいスタートおすごい腹筋が板チョコみたいやったー俺だな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 これねえこれ完成なんですか別にもうえ1回じゃないのあ1回にするいやいやいや1回だとすぐ終わっちゃうんでそうだねもう腹筋が板チョコみたい腹筋ってどこだろうハサミのどこバキバキその開き具合エロい前も言いましたけどやっぱ名前ですよねハサミだって挟むっていう行為でも切ってますからねこいつその上を言ってますから挟むだけじゃなくてハサミお前その上を切りなのにハサミっていうねなんか名前よりさらに上を言ってる名前負けしてない感じすごい あとちなみにこれあの俺が考えてきたやつを言ったらその時点でその人優勝なるほどねハサミのコメントなんで難しいこれだってハサミ相当活躍してますよいろんな場面で確かにヒント的にさ、うん、これ多分このハサミじゃないといけないよねそんなことないあまあみんなが知ってるハサミ全般あれいいのだったらいいおかしいめっちゃピンクじゃなくて薄ピンクで可愛いそうだよねあそういうことかそうあの持つところがね薄ピンクでちょっとクリアクリアちょいクリアちょクリアちょっと難しそうですかハサミってこう音いいっすよね切るときのチョキチョキっていう全然わかんない何を褒めていいのそれでやっぱこうあのあれですよやっぱじゃんけんのこの3個の中に選ばれてるっていうのがねやっぱすごい確かにこれはすごいやっぱりこう紙と石とハサミですから1個だけなんか現代技術も使ってますからお前ならグーにも勝てるよすごい強そう強そうこれもうちょっとだもうちょっと頑張れあれなんか KJ の方が褒めやすかったなねハサミかいやカニさん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 の手みたいでかわいいカニさんの手だよエビさんかタコさんかもしれないよく考えたら生物のこの手の部分からハサミ生えてるってヤバいじゃんヤバいシザーハンズじゃんすごいっすよね生まれながらに持ってるっていうねカニさんエビさんあいつはすごいっすねしかもそんで草切ってんだよあれで確かにえエビさんも手そうなの
エビさんエビさんもチョキなんじゃない。エビさんチョキで、大チョキとチーチョキがあって、うん、チーチョキでご飯食べる。そうなんですよ。小さいのとこういうこと。そうそうそう、すげえ。カニさんじゃん。こういうことか。そう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 、これ優勝カニさんでいいですか。あすごい。よカニさん、よカニさん、カニさん美味しい、すごい。はい、終了。むずいね、それ要望に答えていくのは難しい。そうそうそう、あこういうところを見ていただくと、こういうところグレーゾーン。あ、こちらが俺も思ってたグレーゾーン思ってたな。カットでハサミだけにハサミだけにカットで第2問。はい、そんなこともあろうかと、はい、ドライバーでございます。これはないときついですよ。なるほどね、はい、工具ね、はいはいはい、なんでそんな工具持ち歩いてるの。なんか2問目来るかなと思って。あなるほどね。はい、もういいっすか。工具です。今回はつきそうかな、ドライバーはすごいな。これはみんなお世話になってますよ、うん、ということで、はい、2問目レディーゴー。まあまあまあ3回目ですけど、まあ、名前ですよね、まずドライバーっていうこの響き。確かにかっこいい、かっこいい、なんかすごい球が遠くに飛びそうな感じしますね。ドライバーって聞いたことわかりますよね。もうドライバーなんかドライバーショットみたいな感じで言いやすいじゃないですか。このね、なんていうかこのドライバーですよね、遠くに飛べそう、遠くに飛べそう、かっこいいね、遠くに飛べそう。作ってくれてありがとう。お礼言うこと。いいね。いや感謝は大事ですよ。作り手に感謝ね。ありがとう。なかったら PS4 もないですからね。そうね、確かに確かに、うん、機械を組み立ててもこいつなんでね。いやでもこの前俺これのおかげで助けられたんで、ね、ドライバー。そうで、しかもこのドライバーちょっと持ってきてくれたやつ長いじゃん、この長さに使われたんですよ。家にあるドライバーが全部これ短い、この半分ぐらいの長さで、ね、そう洗濯機が詰まったんで分解した。分解したんですよ。洗濯機詰まったら業者さんに電話じゃないんだ。でもなんかドラムはホコリを取れば治る、でそのホコリを取りたかったんですけど、なんかちょっと深いんだよね、ネジが。あーなるほどね。でうちにあるのが全部この半分のやつで掘れなくて、うん、届かない。そう、長いドライバーを買いに行ったんですよ。お前がいなくたから、そう今洗濯機は正常に動いてるんだよね。いい話や。ありがとうございます。いい話や、うん、だからやっぱ洗濯機も助けられるっていうことですね。そう、洗濯機も助けてくれる。素晴らしい。基本的にやっぱ救うんじゃないこいつは。確かにピンチの時にこう出てくる感じで、なるほどね。内田くんはこれ買ってなかった。内田くんはね、それは買ってなかったな。それは買ってゴミ箱に地図だったから。ドライバーがせないか。よ、内田。よ、内田。優勝しちゃうからやめて。さ、すごいよな。いなかったな、さすがにそんな人は。田中くん？田中くんじゃない。内田くんと、うん、あ、船井くん？船井くん。船井くんね。船井くんどんな子だっけ？船井くんはね、ペットボトル4本ぐらい毎朝作りますよ。全部3割ぐらい飲んでるやつ。お題ミスったな。ペットボトルにすればよかったな。じゃあ船井くん持ってっちゃうね、ペットボトル。はい、終了。はい、はい、あんまどうなんだろうこれ。言えたかな。はい、で優勝者、はい、はい、いやいい思い出の話を聞かせていただいたんで、キキヤマで。これ強いっすね、キキさん。キキさん強いよね。普段からやっぱ褒めてんのか。褒めてないから、そういうところで目立つのか。なるほどね。なるほどね。はい、ということで、その豪華景品ですね。プロテインもらえるんですか。プロテイン、おこれね、みんなもね、ぜひ調べてもらいたいんだけど、え、ガチのプロテイン、これ、ね、これ、何これ。自然味良品、キャラメルポップコーン。え、うわー、プロテインじゃん。プロテイン、プロテインいいんすか。プロテインの効果あるんですか。これお菓子あんま食べないんだけど、うん、これもう箱買いして毎日食べてる。なんで。めちゃくちゃ美味しい。まずね、あのディズニーランドを思い出す。なるほどね。本当にポップコーン、確かに普通 の、 あのキャラメルポップコーンってさ、うん、なんかちょっとまったりしてんなとか、なんかディズニーにはかなわないなとかなるんだけど、うん、これ4分の1のお値段で、うん、これだけの量です。ハイクオリティなんで、この自然味料理、キャラメルポップコーンをね、ぜひ食べてもらいたい。どうぞ。回るもんだ、回るもんだ。回るもんだぞ。はい、で、あのこの食べた感想を言ってもらって、俺と一緒だったら、うんうんうん、優勝ですね。サクサクや。ディズニーランドのポップコーンみたい。へー。
ありがとうございます。登ってます。ありがとうございます。なるほどね。え、いいよね。匂いがする。マスクしてんのに匂いする。パクパク。しかもなんかいらないこう薬品とか少なくて。美味しいですよ。へー。なるほどね。いいとか僕も美味しい美味しい。みんな行っちゃっていいんじゃない。まあ連帯責任っていう言葉ありますから。まあ美味しい美味しい。美味しいよね。いいいい。これはね、めちゃくちゃ食べやすくていいんだよね。これ映画見たくなりますね、ポップ。不思議だね。いただきます。映画館で流れるあの映画の前の CM 好きなんですよね。ディズニーじゃないこれ。あれ。これはポップコーンだね。ディズニーなんだね。ディズニーだね。温めても良かったですよ。確かにあったかいから。美味しい。なんかディズニーランド感あるっていう。うん、映画だね、浮かんできたわ、あの撮影禁止マン、うん、デュデュあれか、ノーモア、ノーモア映画泥棒、ね、映画泥棒、はい、ということで、第2回、君の褒めちぎり大会でした。いや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 、お便りのコーナー、いやこちらのコーナーでは皆様よりいただきましたお便りを読み上げていきたいと思います。はい、はい、本日のお便りはちかさんに選んでもらおうと思います、うん、はい、じゃあですね、このピエンマルって方のお手紙にしますかね名前で選んだ名前で選んだこれは惹かれるわ、どんなピエンな内容を書いてるのかなと思って。なるほど、はい、暇な時何してますか、だそうです。2時間ピエン全部ひらがななのもいいね。そうだね読みやすい。暇な時何してますか、はい、確かにね、純粋な純粋な疑問ですね。いや、あのピエンマルが言いそうなことだよね、うん、メール作成立ち上げてから送信まで多分10秒ぐらいそこだったねこれきっと暇な時何してる、何してますか。暇な時、暇な時ある？逆に。最近は、うん、俺は今スラムダンクを見てます、ね。別に何でかって理由は特にないですけど。面白いよな。見たいな。みんな面白いって言うから見たことなくて。まだ見たことないんですよね。見始めよう、まだ俺14話ぐらいだから。アニメってね。読んだ？スラムダンク。パラパラ読みです。漫画派いないの？やっぱね、最終巻の最後は多分あれはアニメでどうなるんだろうってちょっと気になるから、あの感動は多分漫画がいい。何巻まであるんですか。そうそうそれ、それな、え、何巻まであるんだっけ。あれ結構あるよね。30みたいな、中盤ぐらいまであるの。結構あるね、ハードルが。最後超かっこいいよあれアニメでどうなんだろうってちょっと思う。アニメは見てないの。見てない。おアニメは何話あるんですか。分かんない、でも80話ぐらいあって。いや、まあそうなんですよね、うん、アニメ見るとなるとね、うん、80話ぐらいあるとやっぱりこう迂闊に手を出せないというか。でもあれ24分で本編多分20分ぐらいじゃない。まあそんなもんだよね、うん、だから全然いける。だって俺ゲームオブスローン全部見たからね。え、全部見たの。あれ全部見た、8シーズンだっけ。俺わけわかんないままさ、俺一回聞きんちいいんだろさ、わけわかんないままゲームオブスローンっての見てんなって言われて、本当になんかめっちゃ長いっぽいんだよね。でその中盤のよくわかんないとこの一部だけ見せられた。見せられたんじゃなくて、あれはあのなんだっけ、待ってたんだよ。そう待ってたね。何かを知るために待ってて、レコーディングしたかったんじゃないか。そう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 。でその順番を待ってる時に暇だったから待機をしてた。待機しようっつって。わけわかんねえ。とりあえずかっこいい人たちがめっちゃ集まってて、なんかね荘厳な会議とかしてて、へえ、だから分かんないから俺猫と遊んでた。会議したいです置いてきぼりや。いやでも面白いっす。面白いね、バランスがいい。なんか結構ファンタジーみたいな話は聞いてたから、なんかすごい魔法とか飛び交うのかなと思ったら会話しかしねえの。まあそうだね、中盤とかになってくると会話が多い、うん、会話劇なんだ。戦争系なの。なんかロード・オブ・ザ・リング的な感じだよね。へえ、めっちゃ面白そう。暇な時、あ暇な時ねそう、え、何してるかな。パズル終わっちゃったしな。パズル暇な時ってなんか、ああ暇だなって時最近ないもん。確かに、なんかしてるな。ね、なんかしらしてるよね。かしら暇は作るのもんですよ確かに大事だね暇。でも
多分そのなんだっけピエン丸はさ、うん、きっとあー暇ピエンみたいな感じじゃん多分、ね、あじゃあもうお便りしようピエンみたいな感じで多分10秒で送ってきてるじゃん暇ならもっとお便り考えろよこんにちはとか、ね、そういう感じで過ごしてるから多分ね暇ができるんだよ、なるほどね、送ろうとして真剣に送ろうとしてる人は多分さ15分とか悩んで文字打って一回消して読んでもう一回打ってみたいなことして15分とか経つじゃん、うん、ピエン丸10秒だからやっぱり14分50秒その人と比べて時間が空くわけですよ。確かに。だからその14分50秒に暇ピエンが起きるからあいつら何してんだろうピエン丸の問題だと暇ができるっていうのはいいんだよそういうのピエン丸もうやめてあげたいピエン丸の10秒がね僕らの何分になってんのこれ、まあ、確かにいい10秒ってそこはいいんだよ自分の内容答えよ確かにうちらは暇ないっすね、うん、これでまあでもやっぱ YouTube 見てるんじゃないですか、うん、YouTube 見たり、まあでもね、俺はゲーム好きだからあ暇だなって思ったら、ね、ゲームしてるわ、うん僕もゲームかアニメか見てるな結構前だけどプリズンブレイクしてる、うん、見てた、うん、見ててで俺シーズン5までやってて、うん、そんな長いの死んだはずのやつ生きてんのなんで大体、うん、そう主人公パラレルワールド的な、うん、なんかねやっぱすごいんだよねなんかこう次見ちゃうみたいな次の展開が気になっちゃうそう気になって見ちゃってえここで終わんのっていうので止まらなくなるあなんかねゲームオブスローもそうだったそうやばいな、うん、ちょっと見てみたいな最後の方の残り2分とかで王子、うん、王子様とお姫様がイチャイチャし出す、うん、で終わっちゃうんだよ、うん、見たいじゃんそういう感じなんですイチャイチャの先を見たいってことそういやそこで終わるそんな感じですか皆さん、うん、ゲームしてるゲームしてなんかプリズンブレイク見て見て、まあ、私は今スラムダンク見てルイスはなんだっけ、まあ、YouTube ですかあそうかっていう感じです、はい、どうでしょうかピエン丸さん、まあ、意外と普通の暇の潰し方なんか、ね、なんかそう普通すぎてすいませんって感じだった変わったことしてねえなって思って、まあ、それでは引き続きあの君ラジではお便りを募集しております、はい、君のラジオ 00@gmail.com まであメンバーの気になること悩み、今ファンの名称を募集しております、うん、よろしくお願いします、はい、お願いしますお願いします以上お便りのコーナーでした。第9回目いよいよ終わりのお時間になってまいりました、うん、本日は、はい、何でしたっけ最初毎回これだよ毎回は出た好きな食べ物が多いから始まってそうどうでしたっていうねこの8回目までやってきたあそうですねそう次は10回目だよっていうね記念すべきね次10回目や10回目早いないや10回目か10回目はちょっと頑張ろう何を撮るの長尺あのもう5本立てよマイクあーういうあー環境頑張る1人マイク頑張るなマイクが頑張るマイクが頑張る話ねうちらが話すのを頑張るんじゃなくてマイク頑張って結構でもマイクが遠いと、うん、あのスイッチ入んない時ないそうこの辺で喋ればちょっと頑張れるけど、うん、ちょっとまあそうもいかないんで、うん、こうちょっと話してるからこういうなんかちょっとゆっくりしたまあまあねそうだからゆっくりしないでちょっと朝腰かけてちょっと緊張した感じで撮れたら、うん、10回目っぽいんじゃないですかオンエアいいねそうオンエアしようあと俺はもう週1にしたい週そうじゃなくてもう週1にしたいいやこれね多分ねいや、うん、毎週の合計1時間ぐらい楽しみにしてる人いるぞ多分マジでうんワードじゃあ続けてどうシャープ1シャープ2にしよう多分ね 95% やってほしい 5% どちらでもいいみたいないやいやいやここでここで俺らのそう30分番組を半分に割るまあ1本をもうちょっと短くすれば少しはやりやすい、うん、それはすごくいいと思う、うん、いやもうね初回30分だ
2回目なんだっけ、30、40、30、50、40、30みたいな感じです。もうね、今さら15分にしてみ、すごいよ多分。すごい楽だよね。いやもうね、俺らは楽じゃん。お客さんもうあれでストライキ起きる起きるかな、リスナーさんがね、ラジオやれって。一回起きてもらおうか。初回たっぷり30分で書いてあったじゃないですか。 それについてね、やっぱ言ってる方がいて、なんか、あ、やっぱ初回30分楽しかったみたいな。でもやっぱり初回だから長かっただけで、次からやっぱ短くなっちゃうのかなみたいな。どんどん長かったね。エスカレートしてますね増えてって15分ぐらいなのかなって思ってたんで、勝手に自分もね。じゃあ、まあ、2、30分程度とは思ってたね、確かに。聞きどころがね、難しいんだよ。なんか1個の話が長いから、切れない切れない、なんでも話切れる。カバディ入ったら大変なことになる。カバディ大変だな。一生意味わかんないカバディのね、話を。記念すぎて10回カバディか。カバディやる。カバディやろうか。カバディやる。カバディキャンプしろ。カバディキャンプし続けなきゃ。誰がだ、カバディ。レイダーが。レイダーが。カバディ、カバディキャンプし続けないとね、相手にポイント入っちゃう。ポイント入っちゃうから、大変ですね。じゃあ、まあ10回目1回気合い入れて、10回目取ってみましょう。うん、そうしましょう。それを機にね、また11回目からそうちょっと短く。いや、まあ自粛中だからガンガンやってるけど、なんかちょっと終わりそうな空気もあるからね。そうだそうだ、わかんない。緩んでるのが見えてきた。ライブやりたいっす。それやっぱライブはね、やりたいんですけどね、6月があんまりやりたくないです。そうだね。いや、まあ急にね、元に戻るのはちょっと危ない気がするね。もうやっぱり安全第一。ロックダウンというか、何、緊急事態宣言が終わっただけで、緊急事態宣言が始まる前になっただけだから。そうなんだよね。そうなんですよね。依然変わらずだよね。そう、ロックはね、しなさい、いや、しないとダメだよ。今街中めっちゃ人いっぱいいてびっくりしてくる。確かに渋谷とかヤバいらしいよ。え、マジか。マジで。いや、何のために我慢してたのってなっちゃうからね。我慢が無駄になっちゃうじゃん。そうそう、それがもったいないよね。もったいないっすよね。絶対ちょっと引いてきてから1ヶ月とかやんないと、ですよね。あとはなんかね、多分そういう感じで来れない、来たいけど来れない人もね、多分いるんですよね。みんなやってるから、私も行きたいけど、例えば親とかから今はダメでしょみたいな。それはそうです。それはそうですよね。それはね、みんなも心配に決まってますね。かわいそうで、安全があってからやった方がいいなっていう感じですよ。まあそうですね、みんなでねやりたいですもんね、うん、っていう感じです、うん、なるほどですね、はい、それではそろそろいいお時間なので、今夜も君のウイルスで締めたいと思います。はい、今夜も